今川の人質をぶん取るぞ。かかれ！あれは織田信長の手勢か。なぜ今川に喧嘩を売るような真似を。巻き込まれては面倒しごく。この場は逃げますぞ、若。なんだ、戦わねえのかよ。返り討ちにしてやりゃいいじゃねえか。敵が体勢を整える前に蹴散らしてやる。開門。よっしゃ、俺がこの門を守っといてやる。竹千代とおっさんは先に逃げたろ。閉門。待たぞ、勝手に突っ込んで撃たれるなよ。その言葉そっくりお前に返す。よし、この勢いで人質を追いかけようぜ。開門。本田平八がいる限り、ここから先には行かせねえぜ。こう、敵ながらいい面構えだ。こちらも手を抜けんな。人質の退路を立て。ならばここに陣取るのが最善だろう。ところに現れたな、信行。さすがによく心得ている。うつけ野郎にしてやられたか。おじさまの人質を奪おうなんてバカなの。全力で潰してあげる。全軍かかれ。今川に盾ついたことたっぷりと後悔させてやるのだ。逃がさない。今川の本体が現れた。これで後戻りはできなくなったな。開門。竹の人質を奪おうなど不届き千万。盗っ人どもめ、ここで成敗してくれるわ。わしはここで時を稼ぎます。その間に若は逃げ延びてくだされ。半蔵、無理はするな。敵将舞い落ちた。フルはなんだか。信行兄様はどこかな。言いつけの通り味方を連れてきたけど。またも退路を断たれてしまった。こう、イチも来てくれたのか。俺は兄弟に恵まれたな。逃がさない。受けてみなさい。逃がさない。開門。信行たちが押されているか。直ちに援護するぞ。家康を織田に奪われてはならん。急ぎ助けよ。私と手合わせをしようか。よし。受けてみなさい。織田の力がこれほどとは。あとは若の分を祈るほかない。
楽になりなさい。機長、やるではないか。私の獲物発見ね。これで先に進めそうだ。急ぎ人質を追うぞ。ただの人質と侮っていたが、なかなかの気骨を持っているようだな。あなたは一体何のためにこんな無謀な戦を。我らは今川に従うと決めたのだ。終わりのうつけめ、邪魔はさせぬぞ。イチ、よく来てくれた。もう、また無茶なことして。これで終わり。敵将、舞い落ちた。いつも選ぼってるだけあんじゃねえか。人質を差し出し、今川の手駒になり下がるなど、俺ならばごめんだがな。耐えきれん、聞かせてもらう。であれ、モノノフの端くれ、すやすと捕まるものか。そばにいるから兄上は平気で無茶をするのだろうな。いやいや、信長様が無茶すんのは出来のいい男とか助けてくれるからだろう。潔く従いましょう。よし、目的は果たした。引き上げるぞ。